itu osa ke Jokowi atau taman osa ke Kesto. Informasinya kalau ini sih jalur CA, oke kita akan jalan osa ke Kesto. Puasnya tapi 6.000 yen. Ada kakak. Isinoshi. でも意味は分からない。おしゃれ。 Jōterasu Osaka. Osaka Jōterasu でしょ。 なんか読み方が Jōterasu Osaka. <笑>読んでしまうよ。しかもアルファベットの読み書きでますます意味わかる。そうね。 新しく建てられたんだって。 Banyak orang ya seperti ini tuh, ini di daerah Osaka Jo. Oke, kita akan masuk ke sana. Ih, tapi keren nih pemandangannya.
黄色いの珍しいけど終わってるな。 お疲れ様です。
Sumire. Sumire-san-kuru? Are Sumire janakute? Dore? Are kono mae no? Suisen. Water lily da yo. Suisen. Suisen. Machigaeta. Kore suisen.赤いのね。 その隣の6番なんて気づかへんかったな。どこどこ？ 何番？ これ上がピンクで下が白って一つの花でピンクと白に分かれてる。珍しいね。おお、これが珍しい。でも見つかってない。見たかもしれんけど。ああ、そうね。 Katanya nangko ume itu buat ume bushi. Sepertinya ya saya suka ume bushi. アイスクリームの方が大きいぐらい。
ya, kita makan dessert ya setelah jalan-jalan di Osaka Jokoe. Menikmati mekarnya Bunga Ume. Oke, selamat makan.豊臣秀吉が建てたお城やからその時代の南蛮ってあのポルトガル、うん、あその頃ポルトガルからいろんな文化が入ってきたから、あそう長崎にその様子だから多分ポルトガルの人の絵とかじゃないかな船があってこっちかな、あレジンはレジマとかいう港できる人多い、ね、そうよく知ってレジマ行ったことあるあれはお花見の様子やなこれはこれは静ヶ岳が合戦だからあの、うん、いつかの戦い戦、うん、あの戦争っていうか戦いの様子の絵、うん、だからあの鉄砲かなえいつ静ヶ岳合戦いつか分かる、まあ、でも豊臣秀吉とかの関係の時代やこれはマキエって、うん、あの漆ってわかる？漆器、うん、にかいあの絵を描いてる、マキエ師って人を表してる師、美容師さんとか保育士さんの師でマキエを描く人で、うん、こっちは肩大きいし。肩大きいし、うん、大阪城公園駅。